時代は、嘉永7年、1854年。この頃の日本は、ペリーが黒船で来航し、日本に開国を迫っていた時です。幕府は、度重なる要求に応えざるを得なくなり、和親条約の締結、江戸、函館の開国をしました。篤姫は、江戸の薩摩藩邸で過ごし、殿様は、薩摩に帰っていました。江戸から、殿様に連絡があり、殿様は、急遽、江戸に戻ることになりました。篤姫の父が病であることを知っていた殿様は、薩摩を立つ前に、見舞いに出かけました。そこで、篤姫の父から、ある願いを賜りました。それは、死期が近いと察した篤姫の父は、自分が死んでも、篤姫には何も伝えないでほしいとのことでした。そのわけは、修行中の篤姫に、余計な心配をかけたくないとの思いからでした。いわば、それは、殿様に対する遺言でした。篤姫の父は、殿様が江戸に到着する何日か前に亡くなり、殿様はそれを知らされていました。江戸の薩摩藩邸に戻った殿様は、数日後、篤姫と面談し、江戸での暮らしの状況を伺っていました。その後、殿様は、篤姫から、薩摩の実家の状況を聞かれ、一瞬、困ってしまいました。この動画は、ドラマの第14回の一部で、その場面を描いたものです。やはりそなたに嘘はつけぬな。何のことにございましょう。皆の者、外せ。忠武殿が見まかられた。2月27日に亡くなった。病がためじゃ。いつだと言われましたか。先月の27日じゃ。私は知らされずに、知らされずにいたのですか。忠武殿の遺言ゆえじゃ。遺言。ただ一つだけ殿にお願いいたしたいことがございます。そなたの願いならば何でも聞こう。言うてみよ。お勝には、いや篤姫様には。お勝でよい。はい。私に何があったとしても、お勝には知らせずにおいていただきたいのです。何故じゃ。お勝は今頃江戸にて見知らぬ方々に囲まれ、大きなお役目を果たすための修行の日々を送っていることでございましょう。その大切なお役目を果たすまで、お勝の心を乱しとうはございません。私のことなど構わずに、己の道を一途に歩んでほしいのです。わかった。その願い聞き届けよう。はい。
忠武殿との最後の約束を破ってしもうたことになる。お熱よ、つらかろう。なれど伝えるなという歌は娘を思う父の気持ち、そしてそれを知りながら伝えたのもまた父の気持ちじゃ。